今から両院議員総会を開会させていただきたいと思います。まず最初に代表挨拶、山口代表からお願いいたします。はい、今国会短い会期ではありましたけれども、皆さんのご尽力ご努力に心から敬意を表したいと思います。大変ご苦労様でございました。当初与党側は代表質問のみで、この閣僚の答弁をのほころびを嫌って予算委員会を開かないで閉じようと、こういう暴挙に出ました。しかし国民の声を受けて、我々から当然新内閣発足にあたっては基本的な質疑を予算委員会も含めてやるべきである、こういう強い要求に押されて延長ということになったわけであります。この予算委員会、また代表質問を通じて、代表質問でやり取りされたことを予算委員会で引き継いで、衆参ともに正すべきは正し、そして前向きな答弁も引き出し、メリハリのある素晴らしい論戦が展開されたと、このように評価をしたいと思います。その上で、この会期の中で、今日国会に原子力発電所の事故についての調査機関を設けると、調査委員会を設けると、こういう法案が成立、法律が成立をいたしました。思えばこの事故に際して政府や東京電力はその実態を公表しない、あるいは覆い隠す、あるいは正しくない情報を流すと、こういった滑り出しでありました。菅政権の下で政府の中にこの評価検調査機関を作るということを行おうとしたわけであります。これに対してこの自らの行いの非があるやもしれないことに対して自分たちだけで調査検証するということは、国民の目から見て極めて疑わしいものになると、これは立法府がきちんとチェックをするようにしなければならない。当初3条、国家行政組織法3条に基づく同意人事に付すべきであると、こういう意見も申し上げましたが、一顧だにせず政府は独走したわけであります。私の方から皆さんのご意見をもとにして、5月17日に国会で第三者の目も入れて調査機関を作るべきであると、こういう提案を正式にいたしました。その後なかなか与党が応じない中ではありました。また第三者に独立して丸投げと、こういう意見も出ました。しかし国政調査権に基づいて立法府が自らの責任で第三者の目を入れてきちんと調査評価をし、そしてその後の議論にこれを資するようにすると、こういった我が党の主張、これが軸になりまして野党案がまとまり、そして成立に至ったわけであります。皆さんのご努力、とりわけ議運国体の皆さんのご努力に感謝を申し上げたいと思います。成立した以上、これをいかに国民の側に立って有効に生かしていくか、実績を上げるかということが重要であります。また両院にまたがるこのような機関を作るのは初めての経験ともなります。今後こういった実例が今後の参考になり、また国会議会と統治機構の新たな展開につながるように、我々として力を入れて成果を上げていきたいと思います。またこの点に関して、これらに関して積み残した課題もあります。例えば二重ローンの処理の問題、私学の復旧に対する助成の問題、参議院で法案が通りながら衆議院で持ち越しておりますが、ぜひとも合意形成に向けてもう一段の努力をした上で国民の期待に応えたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。また今国会これで終わりますけれども、しかしこれは新政権発足に対応する序盤戦であります。いよいよこれから復興、本格的な復興に向けての第3次補正予算の編成過程に入っていくわけであります。我々はこの本格的な復興は政府の取り組みが遅いということを糾弾をしてまいりました。これまでの積み重ねから言えば、一次補正の直後に確認書を交わしました。そして復興基本法も我が党の提案が生かされる形で全会一致で出来上がりました。また8月の9日には改めて
民主、自民、公明の幹事長間で確認書を取り交わしたわけであります。この本格的な復興へ向けて、基本的にはその財源については復興債を発行すると、そしてその償還の道筋を明らかにすると、また復興基本法ではその道筋は法律をもって措置すると、こういった基本的な枠組みは決められているわけであります。我々としてはこの与党がようやく案をそれなりにまとめたようでありますから、これを正式に今日野党側に提案があったばかりであります。よく精査をした上で今後どうこの決議を結ぶようにさせていくか、これらについて対応を検討していきたいと思います。基本的にはきちんと我々の主張を協議の中でしっかりと訴えて、そしてこれまで確認合意等してきたことがその通り反映されていくかどうか、これを厳しくチェックした上で被災者の期待に応える内容にしてまいりたいとこう思います。その点でこの野党としてもねじれの国会の状況の中できちんと言うべきことは言うと、そういった野党としての責任というものもあると思います。今後結束をして、そしてなお新しいニーズというものも出てきますので、どうか皆さんが閉会後現地で新たなニーズ、この発掘、そしてその反映にも合わせてご尽力をいただきたいと思います。いよいよ本格的な10月後半と言われる次の国会に向けて力を蓄え、そして磨いて結束をして臨んでまいりましょう。どうかよろしくお願いいたします。ご苦労様でした。ありがとうございました。それでは続きまして幹事長挨拶、はい、18日間の、大変短い国会でありましたけれども、大きな成果を上げることができたと思います。国対委員長、政調会長、また参議院の皆さんはじめですね、関係者の皆さんのご協力に心から感謝申し上げたいと思います。特に予算委員会、石井さん、富田さん、また参議院で白山さん、松さん、大変素晴らしい論順を張っていただきました。やはり現場に即した具体的な話が多かったということで、非常に高い評価をいただいております。改めて感謝申し上げたいと思います。また今代表からもお話がありましたように、この短い国会ではありましたけれども、国会に事故庁を設置をするという法案が成立をいたしました。画期的なことであると思います。改めて遠藤さんはじめ関係者のご努力に心から感謝したいと思いますし、また二重ローンの問題につきましても、民主党が全面的に歩み寄って、与野党で合意ができ、次の国会で、これを成立させるという運びになりました。これにつきましても大木さんはじめですね、関係者の皆さんの本当に大変な努力に心から感謝申し上げたいと思います。それにつけてもですね、この事故調も全国会でこれが成立していれば、この国会ですでにスタートができていたと。また二重ローンの問題、もう提起してから2ヶ月近くになるわけでありまして、これが本当に民主党が決断をしてですね、我々が予算法案を出した段階で合意ができていればですね、今頃ですね、これ多くの中小企業の皆さん、あるいは農業水産業関係者の皆さん、具体的なその事業再建をどうするかということを、今必死で模索しているわけで、どれだけ多くの皆さんをですね、救済することができたかということを思いますと、極めて残念ですし、あまりのこの対応の遅さにですね、どうせ妥協して歩み寄ってくるなら、なぜもっと1ヶ月前、2ヶ月前に決断できなかったのかと、もう改めて怒りを覚えるものでございます。この国会もですね、当初4日間、野党の要求で、これはもう当然国民から見てもですね、予算委員会やるべしというのは当たり前の話ですけれども、結局4日間というふうに決めて、野党の要求で18日間に延ばすと
まあ、こういうあの対応がですね、やはりこの復旧復興というものをまあ遅らせてきた、まあ、この象徴ではないかと、まあ、このように思っております。またあの政治の金、政治の金の問題につきましても、実はまあ今日あの官庁会談が行われたわけでございますけれども、昨年末にですね、岡田幹事長が小沢元代表のこの政治と金の問題について、国会で説明責任を果たすべきであると、まあ、こういう認識であるということで、まあ、あのそのためには、まあ、承認喚問もしくは政倫審が必要だということで、まあ、政倫審の実現に向けて、まあ、努力をしてきたわけでございますけれども、それがいまだに実現をしていないということで、執行部が、まあ、新しくなりまして、まあ、その認識は当然あの引き継がれている、引き継がれるべき だと思いますし、まあ、その確認を、まあ、今日したわけでございますけれども、まあ、あの野党の提案については重く受け止めて、しっかりと対応すると、まあ、こういう話でございましたので、引き続き、説明責任を果たすよう求めていきたいと。やはりあの国会の事情能力がまあ問われているわけで、これいつにかかって民主党の姿勢にかかっているというふうにあの申し上げたいと思います。またあの石川衆議院議員の辞職勧告決議案、公明自民はじめ4党で国会に提出をしておりますけれども、これを採決をしないという方針を民主党を決めたようでございます。やはりこういうあの問題はですね、まあ、考え方はいろいろあろうかと思いますけれども、少なくとも国民に対してですね、各党各会派がこういう問題が起きたときにどうこれに対応するのか、私どもは当然やめるべきであるというふうにまあ申し上げているわけで、各党各会派の考え方というもの、また政治家それぞれの考え方というものを国民にきちっと示すということが、私はあの国民の政治に対する信頼を築き上げていく第一歩じゃないかと。それを曖昧にしたまま採決をしない、廃案にするというのは私はまあ到底許されない、行為だというふうに思います。まあ、こういう点についてもあのしっかりとこれからですね、正していかなければいけないと、まあ、このようにあの思っております。で、あの、まあ、発災から200日過ぎました。いまだあの多くの方が避難生活をされているわけでございまして、やはりこの避難生活の長期化に伴ってですね、まあ、健康面、あのメンタルな面を含めてですね、健康面でありますとか、あるいはその生活の面でありますとか、特にやはりあの将来の見通しが立たない、やっぱり精神的に大変厳しいという声が、まあ、非常にあの、まあ、圧倒的といいますか、ほとんどの皆さんからそういう声があるわけでございます。で、やはりあの被災者の、まあ、ニーズ、やはり、まあ、200日経ちますとまたいろんな意味でですね、変わってくるわけでございまして、私たちとしてはですね、どこまでもそういう被災者に寄り添って、そういうあのさまざまなあの段階における、またさまざまなあの皆さんにおけるですね、またあの避難の形態も、例えば仮設に入っている人、民間の住宅を借りている人、さまざまあの生活の形態も違う。やはりそういうあのニーズにですね、きちっとあの対応をしていくということがあの非常に大事であると思います。あの引き続きですね、ぜひあの被災者にしっかりあの寄り添って、そのニーズをしっかり、受け止めてですね、またそれに対してきちっとあの答えられるような、これからあの戦いをしていきたいと思いますし、また第三次補正、これがまあ今編成過程にあるわけでございまして、そういう中にも私どもの考え方というものをしっかりとあの盛り込んであのいかなければいけないと思いますので、まあ引き続きあのご努力をお願いしたいと思います。で、今の予定ですと25日ごろに第三次補正の閣議決定を目指しているというふうにまあ言われております。
そうしますと、まあ、その頃に財政演説ということになるわけですけれども、私どもとしてはですね、先ほど申し上げました二重ローンの問題とか政治の金という問題とか、まあ、様々な課題がありますから、前倒しをして国会を開催すべきということを強く申し上げております。ぜひ早い機会の国会開会というものをこれから引き続きですね、求めていきたいとこのように思っておりますし、また閉会中の審査、予算委員会とか災害とか含めですね、そういうことについてもそういうニーズにきちっと対応できるようにですね、しっかり求めていきたいと、そしてしっかりとした論情を張っていきたいとこう思いますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。本当に皆さんご苦労様でございます。引き続きまたお世話になりますが、どうかよろしくお願いいたします。以上でございます。